なるほど。鉄砲を持って物を食うという法はない。いやー、よほど偉い人が始終来ているんだ。二人は鉄砲を外し、帯皮をほどいて、それを台の上に置きました。また黒い戸がありました。どうか帽子と外套と靴をお取りください。どうだ、取るか？仕方ない、取ろう。確かによっぽど偉い人なんだ、奥に来ているのは。二人は帽子とオーバーコートを釘にかけ、靴を脱いでペタペタ歩いて戸の中に入りました。